ザ・ミラクルスマイルフォーレストへようこそ。この動画では自分のご先祖様へ日頃の感謝の気持ちを捧げ、ご先祖様の守護パワーを味方につけて、あなたの人生をしっかりといい方向へ導いてもらうための誘導瞑想を行っていきます。運転中のご視聴はお控えいただいて、できるだけ心地のいい姿勢でヘッドフォンをつけてご視聴いただくと、より深いレベルでのメディテーションを体験していただけると思います。はるか昔、46億年前に地球が誕生し、さまざまな命がそこから誕生しました。そしてさまざまな歴史を経て、今ここに私たちは存在しています。あなたという存在を生んでくださったあなたのご両親、そしておじいちゃんおばあちゃん、ご先祖様、その誰一人でもかけていたら、あなたは今ここに存在しなかったということになります。あなたのご先祖を10代遡れば約1000人を超え、20代遡れば約100万人以上の命のバトンが渡されたことになります。そしてもっともっと遡ると何億という数になり、すべての命が実はみんなファミリーだったということになるのかもしれません。ご先祖様たちから受け継いだ命のバトンをしっかりと握りしめ、この奇跡にまずは感謝を捧げましょう。そして自分につながる先祖を思い、敬い、感謝を捧げることで、彼らのパワーを味方につけて、あなたの人生はしっかりと守られ、正しい方向へと導かれることでしょう。それでは目を閉じて呼吸に意識を合わせていきましょう。鼻から息を吸って、ゆっくりと吐き出していきます。もう一度鼻から息を吸って、ゆっくりゆっくりと吐き出していきましょう。もう一度鼻から息を吸って、ゆっくり吐き出しながら脱力です。男性は左手を上に、女性は右手を上にして、両手を胸に当ててみてください。そして自分につながるご先祖様たちをちょっとエネルギーレベルで感じてみてください。あなたという存在はご先祖様の誰一人もかけずに命のリレーが行われたからこそ、今ここにいることができるのです。もし自分の両親やご先祖様と和解していない方は、この音声をちょっと止めて、あなたのご両親とご先祖様への感謝の手紙を書いてみてください。誰かに見せる必要はありません。ただ書くだけで目に見えないレベルでの心の浄化が起こります。初めは難しいと感じる人もいるかもしれませんが、何度も書き続けることで、もつれてしまった心の糸が次第にほぐれて、心の世界で彼らと和解できるようになるでしょう。そしてこの言葉を唱えることで、さらにご先祖様への感謝の念が宇宙に送信されて、あなたの守護パワーが強化されていくことでしょう。私の命をつなげてくださった両親、ご先祖様、そのすべての方々に心より感謝しています。私の守護霊様、指導霊様、ご先祖様、いつも目に見えない世界から私を導いてくださいまして、本当にありがとうございます。この人生で自分の命を全うするために、正しい方向へとお導きくださいますよう
どうぞよろしくお願いいたします。私が今ここに存在しているのは、ご先祖様あらゆる万物によって支えられているからです。この奇跡に心から感謝しています。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。